まあ、CG とか興味が強いから、まあ、日本というと高い技術が持ってますから留学を考えました。工学院を選んだ理由はいい授業やってるなと思いましたの で, で日本の親がいまして、工学院としてますか、お工学院これも歴が長いよって、もう60年からやってますよってという話がありまして、まあ、やっぱりあの歴がある学校が一番いいかなと思いました。今まで 4年間学んだことは 3D モデリングとか、まあ、2D モデリング、パソコンの中のソフトウェアとか、まあ、一番新しいのを使っていますので、それは良かったと思います。授業以外の良かったところはビジネスマナーとか教えてくれたのは良かったとだと思いましたので、アジアグラブリアリーションアワード2018、大会の内容は48時間 3D ムービーを作ります。いい経験になるようにと聖子先生が話があったので、まあ、参加してきました。私の担当したやつはキャラクターモデリングとかがアニメーションをする担当なんですけど、まあ、日本人は一人考えるとか分手が作ったりとか、その結果グランプリが取りました。一番目立つのは、まあ、ゲーム会社です。モデラーになりたいです。人を楽しませるクリエイターになりたいから。